本ゲーム、ルノ8開催ということで、ご挨拶させていただきます。本来、スタジアムにお伺いして、ご挨拶させていただくのですが、現状、社会価値を考えまして、ビデオメッセージ、挨拶をさせていただきます。大分トリニータ、柏レースのサポーターの皆様、いつも応援ありがとうございます。今年は短期間でのリーグ戦34試合、ハードスケジュール、無観客、集客制限、前例のない試合開催となっておりますが、各チーム1試合1試合、サポーターのみならず、各世代のサッカー選手が勇気と希望を与えてくれています。プレイヤー側からしてみると、改めてサポーター様の思いがパフォーマンスアップにつながると再認識された年ではないかなと考えております。残り22節です。